行けるすべはないと思って挑んでいた試合なので、相手のゴールを、ね、割ることができずに非常に残念ですし、そこの高手が悔しいですね。ただ前回の試合よりも攻撃の形は随分と充実したように見えましたけど、そのあたりどうでしょう。そうですね、とはいえ、まあ、結果がね、すべてなので、勝ちの3を取れなかったことは、何より悔しいです。頭の中の整理はまだできないかもしれませんけども、ゴールを取れなかった、これはどんなところに要因があったでしょう。もうそうですね、自分たちの精度というものにもね、もちろん問題はあったと思いますし、ギリシャもね、引き分けることで、次直接対決で勝てば自力でいけるということなんで、引き分けでよかったという考え方で、それにはまってしまったといいますか、向こうの引き分けでよかったということに対してこっちは打ち破ることができなかったですね。ただ可能性は残されています。次の試合勝たなければいけません。次に向けてお願いします。そうですね、どちらにしても最後まで、諦めずにやりたいと思います。ありがとうございました。目標は明確になりました。勝つだけです。